面接官から質問はありませんかとほぼ必ず聞かれると思います。質問をすればそれだけその仕事への関心の高さがわかります。逆に質問がないのはマイナス評価になりますので、必ず何か質問をしましょう。ただしここでは熱意が伝わるような質問内容にしなければいけません。すでに事前に伝わっている内容や調べれば簡単にわかることを聞くのはいけません。質問の内容からあなたのスキルレベルや入社への強い意欲がわかるようにすればプラス評価につながります。最後に何か質問ありませんか？はい。有給休暇は何日もらえますか？取りなしいんですか？はい。では最後に何か質問ありませんか？ボロネジンはどのような構成になっていますか？